ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まりつつあるよね。そんな中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いあるいは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたらしいな。いよいよウクライナも全力でクリミア半島を取りに行くってわけだね。さて今回はそんなクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島は2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアによる実効支配が続いているよ。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると見られているウクライナ軍の大反攻がクリミア奪還を視野に入れているとの見方が主流となっているんだ。面積約2万6000平方キロのクリミア半島は北部でユーラシア大陸ウクライナ南部ヘルソン州とつながり、黒海に突き出した形になっている半島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているね。また、半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって、突き出ているタマン半島の西端には、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまでのウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港のあるセバストポリ特別市に分かれ、クリミア自治共和国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたな。そして2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国としてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市としているよ。2014年にロシアがクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、ロシアがヤヌコービッチ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行ったことにあり、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれ、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したもので、ウクライナはもとより国際社会の多くの国家がこれを非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているみたい。しかしながら、人口約230万人とされているクリミア半島では住民の約 60% がロシア人とされ、国籍をウクライナとするウクライナ人は約 24% に過ぎず、住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に話しているため、ウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったとされており、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態だぜ。クリミア半島奪還を唱えるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中で、
ウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきたと述べ、今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まったとした上で、この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているよ。このゼレンスキー大統領の姿勢に身の危険を感じたロシア系住民による、クリミア半島からロシア本土への脱出が急増しているらしいね。クリミア半島では、2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際に、ウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていて、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民はここまでの侵略戦争の経緯から不安を強くしているのであろうとの見方が広がっているんだ。ウクライナのゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が、ウクライナの国営テレビに出演して述べたところによると、ロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせているとして、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出しているとしたよ。ゼレンスキー政権では以前から、2014年以降クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとして、ウクライナがクリミアを奪還した際にはそれらロシア人にはウクライナの法律や国際法が適用され、国外退去処分となる可能性があると指摘していたな。タシュワ氏はさらにどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためにわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているとして、クリミアの住宅市場は売り意識になっているとも付け加えたみたい。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいて、ロシア系住民の多くはいずれウクライナ軍が近い将来においてクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べているよ。2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS に上げられていたよね。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表したが、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合の、クリミアやロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されているぜ。これらの動きからクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・ヤクショーノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようとしているけど、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。